大橋武を11月24日1981年10月3日は、日本の内務官僚、政治家、弁護士、自由民主党所属の衆議院議員、労働大臣、運輸大臣、警察予備隊担当大臣などを歴任、島根県に多軍三政庁出身、島根氏族大橋忠三郎の養子である常三郎の長男、内務省に入り、 岡山県警察部長の後終戦直後の戦災復興委員次長となる。1949年の衆議院選挙に初、出馬当選。1976年の総選挙で落選、引退するまで連続10回当選。この間第3次、吉田内閣で、法務総裁、国務大臣など就任。第2次池田内閣で、労働大臣。第1次、佐藤内閣で、 運輸大臣を歴任する。浜口裕子を元内閣総理大臣は義父。ひそに、元大蔵省関税局長、大橋宗夫元昭和電工社長、大橋光男がいる。第二本帝国陸軍少将,将、大橋常三郎の長男として、父親の認知である、京都府舞鶴に生まれる。東京府立一中、第一高等学校を経て、1924年4月に、 東京帝国大学文学部社会学科に入学。1925年4月に法学部政治学科に転学し、1927年文官高等試験司法科、行政科試験に合格。1928年に東京帝国大学法学部政治学科を主席で卒業。内務省に入省する。土木局属。厚生省労働局賃金課長。 内務省土木局計画課長、戦災復興院計画局長、同時長を経て、1949年、第24回衆議院議員総選挙に民主自由党から島根県全県区にて立候補し、当選を果たす。以後当選10回。翌1950年、第3次吉田第1次改造内閣で、法務総裁に抜擢された。 公務総裁時代に最高検事長検事の木内蘇駅を札幌高検検事長にし、公認に岸本義弘広島高検検事長を起用する人事に関する木内騒動が起こり、馬場義嗣とは20煙突事件で対決した。また国家公務員のレッドパージを指揮した。1951年には警察予備隊担当大臣となり、胴体の育成に努めた。 保守合同後は池田派佐藤派福田派に所属。1962年、第2次池田第2次改造内閣で、労働大臣。1966年の第1次、佐藤第3次改造内閣では、運輸大臣を歴任する。1976年の総選挙で落選し、政界から引退した。1975年、君一当局日大受賞受賞。 1981年10月3日死去、去年76、没後、のぶ、肖像くらい。カミソリの異名を取るほどの切れ者で仕事に厳しく、部下には容赦なく辛辣な叱責を浴びせ恐れられたが、老少時代は、新聞配達少年たちのために、日曜夕刊廃止を実現に導くなど、きめ細やかな、人情味を伺わせる一面もあった。宗教は、 日練習、趣味は語、岐阜浜口優子、ありがとうございます。